最後の、今度こそ最後のジムリーダー、木花さんに挑んでみたいと思います。いよいよ最後のジムだね、頑張って光る選手。草タイプの天気予報は変化で割と手作業しちゃうからね。機械のプランターへのエレベーター、関係者以外に乗れませんよ。俺は鋼タイプの使い手です。砂嵐なんて、木花さんには勝てないままですよ。ということで、レベルが君のレベルより低い、相手のレベルが低いほど捕まえやすいボールですよ。イラハラってボールって不快ですよ、ボールね。よし、これが最後のジムだ。レポートを書こう。長かったジムチャレンジも、いろいろお味が近いようだな。ドラゴンタイプの木花が率いるナックルスタジアム、挑むのか？もちろんだぜ。ならまず、更衣室に着替えて、ユニフォーム着てるんだな。ユニフォームの姿はこれまで勝利してきた証なんだろうな。キラリがスクワっておく。おう。では、ジムトレーナーが、スタジアムではなく、包囲箱を持ってる。長いな、この場面。よし。残ってるジムチャレンジャーは、ほう、10人もいないのかろう。さて、ヒカル。木花さんのジムミッションを説明させていただきましょう。ルールはシンプル。俺が鍛えたジムトレーナー。3人でダブルバトルで勝つだけ。ほら、ジムチャレンジってめちゃくちゃ厳しいでしょ？突然勝ち残るジムチャレンジャーは少ないんだろう。だからこそ勝ち残ったお前たちのポケモンが繰り出すすげえコンビネーション、たっぷり見せてもらいたいよ。前、置きが長かった。長くなった。さあ、まず一人目だぜ。カモン、リョータ。呼ばれました。リョータです。キワタマ様の教えたことは二つ。強さと、ポケモンの強さと、それを生かすための戦いの場を自分に有利すること。ジムトレーナー、リョータが勝負を仕掛けた、ペリッパとの面料を出してきた。抜け、エーム、ブエーム、ガーマガラ。ついに最後のジムですよ。見てください。ここは鋼の翼で決めておっかな。え、ドラゴンタイプって強いかい。当たらなかったら嘘でしょ。もうここは
よし倒した。タリスマンレベル5通過。炸裂。やめておこっかな。ああ、諦めな。やっぱこいつやめてこいつに行きそうだ。ジムリーダー、ジョータに勝った。ダブルで考えることは多くて楽しく難しい。さすがここまで勝ち残れたポケモントレーナーです。2番目、カモン、レナ。ちょっとバトルの前に、ポケモン強くさせなきゃ。ダブルバトルの相手は、どのような役割が認めるのか大事になります。ジムリーダー、レナが勝負を仕掛けてきた。レナは強コンとバックカメスを出してきた。嘘でしょ。ここはちょっと効果抜群のこいつに差し替え、よし食うぞ。HP が耐えた。よし、バクガメス倒したぞ。よし、倒したぞ。レベル60、よし。ジムリーダー、レナに勝った。天気は気まぐれ、勝ち負けをもっと気まぐれ。素晴らしい、さすが7つのジムバッジを持つトレーナーです。3人目だ。カモン、瞳。ガストはやめておこう。元気の塊やめておこう。ここはアーマーが、禁止のかアーマーが何に使わせてあげて。すごい気づくすぎろ。アーマーがらさんに捕まえて。カジーガメさん、あ、間違えた。くそー。それでは、やってみたいと思います。ダブルバトル、2匹の強さ、どれ押し切るのか、一人もサポートを回すのか、あなたはどう戦います？
ドラゴンとエーナー、キムキとキートエーナー、瞳を出してきた。雪の王とジャラランコを出してきた。よけ、エースバーン、アーマガラ。これは、特製雪の王の雪フラッシュ。やっぱ雪タイプと言ったら、こいつが効きますね。ドリルクチバシ。こいつにしろ。よし、倒した。相手の雪の王は倒れた。よし、倒した。効果抜群だ。ジェランコは倒れた。マックスはね、レベル50に瞳に勝った。ポケモントレーナー、トレーナーをポケモンも助け合い、さらなる力を発揮しようぞ。お見事です。あなたのような強いトレーナーと戦われてあまり重荷だと思います。さすがだな。義務ミッションクリアだ。さあ、スタジアムに行こっか。キバナ様が相手にしてやるぜ。ちょっと最後は、ここでレポートを書いて。